伝えたいですが、64年末にデビューしたザ・フーンをカバーしております。全曲、今日11曲やる予定なので、この何倍もやるかと思うと怖くなりますが頑張ります。ですね、最初にやった2曲は、64年末のデビュー曲 I Can Explain。 64年末さんというと、ダフーはですね、今も現役でやっております。ピート・タウンゼンドとロジャー・ダルトリーの2人、生き残り2人組でなんと、今もやり続けているということで、自分の大体20歳、20歳ぐらい上の人たちなので、の人たちが今も現役ということは、私たちも、私たちもあと20年はやれるという、やれたらやりたいなというところであります。そして、そうそう、64年はですね、私の誕生年でもありまして、ということで、私も64年そして、フーはそろそろデビュー60周年というので、私も、60周年に近づいています。はい、で、じゃあ次、次も2曲続けてやりますが、ですね、次は、アルバム収録曲、からいい曲2曲という感じで、そうですね、で最初は、ファーストアルバム「マイ・ジェネレーション」の E メイン曲目「キッズ・ア・オール・ライト」。これはですね、なかなかいい曲なんですが、ぶっちゃけいつもやかましいものをやってる私にとっては難しい曲です。でその後が、セカンドアルバム、セカンドアルバムのタイトルは「クイックワン」から2曲目の人気曲でしょう、「ポリス・ア・スパイダー」。人気曲ですから、あれ、ポリス何スパイダーって、ポリス・ザ・スパイダー、ポリスの雲野郎っていう、やつです。で、ベースのジョンの人気曲で、超低音ボーカルが特徴の曲ですが、今日、ジョン・ユカリにエントリーするが頑張ってやってみたいと思います。
で次は、さっきもありましたけど、あ、彼女が歌います。ボリス・ザ・スパイダー、日本語タイトル、ボリス・ザ・クモ野郎って曲です。お楽しみ。岩手県民会館でボリス・ザ・スパイダー歌ったそうです。
そうですって、どうだったんだろう、最後に全然覚えてない。この、コンサートの平田の時と阿部ヒースムーンがですね、それを目撃したということを先週知りました。うわ、すごいな、話です。はい、ということで次に行きます。次はですね、ライバットビーズコーナーになります。ライバットビーズはですね、名作70年に発表されたライブなんですが、カバー曲を結構やってます。で、今日やるのはそこから2曲ですね。ブルースメドレーということで、ヤングマンブルースとサマータイムブルース、やります。ヤングマンブルースですね、実は私フルのアルバムで聴いたわけではなくて、初めての時、ですね、私が若い頃、中学生か高1の時ですけども、あの大通りの歩行者天国でやっぱりアマチュアバンドがライブやっていて、なんかうわなんかかっこいいと思って、でやっぱり MC でこう喋ってたんですよ。俺たちはザ・フルのカバーだった。で、その中にさっきやった、サブスクって説明したってことなんですよ。しないね、飛ばしちゃったけど、とサマンタイブルースとヤングマンブルースやってて、わーすげえかっこいいと思って、そこからレコードを買って改めて大好きになったのがザ・フルでした。私も個人エピソードを話しましたが、そんな感じで、じゃあヤングマンブルースとサマータイムブルースいきましょう。
time you're gonna walk away. Sometimes I wanna walk away, but ain't no cure for the summertime winds. シンセサイザーを駆使したシーケンスフレーズが印象的な曲です。いきましょう。バーバーライディング I'm here to you. I found the money.
当たってるんですよ。木田さん、腰痛とか言ってたの痛くなさそうですね。そういうことね、いよいよ終盤、当たるみたいなんですが、終盤です。次はですね、アルバムトミー、これはリズより少し先なんで、本家をですね、全曲やるんですよ。ということで、トミーですよ。69年の2枚組、本家は全曲、20何曲あるのを全部やってますが、さすがに自分たちは大変なので、いつも2曲やってるんです。ピンボール・ウィザードとシーミー・ティールに。一番いいのですが、今日はその間に、ホリデーキャンプ、トミーズホリデーキャンプというドラム、キース・アベル君が歌う曲を挟んでみましたので、どうぞお楽しみください。それでは、いきます。あWe'll be right back.
ございました。ありがとうございました。次もね、まだまだ、青森から来てるメタルビスさんとか、まあ、いろいろまだまだすごいバンドが出るので、皆さん最後まで見ててください。今日はどうもありがとうございました。